おはようございます。久能です。で、今日はあのファミコンの名作バトルトードが11月26日に、再販されたということで、早速購入したので、その開封と実際にちょっとプレイしてみたいと思います。多分バトルトードと言われても、ピンとこない人もいるかと思うんで、まず実際どういうものか開けてみたいと思います。はい、では開けます。はい、こちらがバトルトードファミコン版です。このバトルトードは、あのスーパードンキーコングや、バンジョーとカズイの大冒険を開発したレア社が、ファミコン用のソフトとして作った横スクロールアクションゲームで、1991年12月20日に、日本で発売された、約30年前に発売されたゲームです。で、これ今やろうとしても、この再販版じゃなくてオリジナルの方はもう中古でも3万5000円ぐらいして出回ってない、ほとんどなくて価値のあるゲーム、復刻が5000円でつい買ってしまいました。再販版なんで、パッケージがちょっとなんか違いますね。ここになんか FC 互換用っていうこの字がないのと、あとここに再販した会社のコロンバスサークルのロゴが入ってます。それ以外は多分ここもの字が入ってまして、ここにコロンバスサークル、だいたい元のパッケージがちょっとわからないんで、だいたい同じような感じになってるんじゃないかと思います。はい、それでは中を見てみます。開けてみます。ファミコンパッケージ懐かしいけど、なんかこんなに小さかったんだなって久々に見て小さいなって思いました。すっごい。はい、こんな感じです。これが、なんだろう、アンケートはがき、みたい、です。これが説明書。説明書。結構薄い。オリジナルの説明書見たことないんで、どこが違うのかわからないんですけども、こんな感じの説明書が入ってます。で、これが本体と。いや、懐かしいですね。コロンバスサークルのロゴがここに書かれてる。裏面もこんな感じなんでしょうね。オリジナルも。もう懐かしい。読み込まないとここを吹くんですよね。って。はい。これが本体のロムカセットです。このバトルトードをやるために、本体がないんで、レトロフリークっていう、昔のゲームがほとんどできるゲーム機を買おうとしたんですけども、どうやらなんか対応してない、ファミコンカセットなどもあると聞いて、今回、この再販版バトルトードを、発売した、コロンバスサークルから出している、ファミコンの互換機を購入しました。この再販版を出している会社なんで、多分動くだろうと。では早速こちらも開けてみます。開けます。コロンバスサークルが出しているファミコン用互換機8ビットコンパクト、値段は、2500円ぐらいです。めちゃくちゃ安い。で、これを使ってこのバトルトードを動かしてみたいと思います。一応中身を出して、コントローラーとか設定しました。では、差し込んでみます。はい。で、これ電源入れると、始まるんですけども、で、まだモニターと繋げてないんで、こんな感じになると。キャプチャーボードとモニターに繋げて、実際に起動してみます。それでは、キャプチャーボードと繋げたので、起動してみます。はい、スイッチオン。
一応起動してるみたいです。はい、ちゃんと起動してます。ではちょっとプレイしてみたいと思います。もう一応ちゃんと動作してます。動作してます。はい、まあ、一応動作はしてるんですけども、ちょっと映像が HDMI 接続じゃないんで結構汚いですね。昔このゲームやったことあって、まだクリアしたことないんで、配信でこのゲームやりたいと思ってるんですけども、ちょっと映像の方をもうちょっと改善してからやりたいと思っています。はい、一応動作してると。はい、でちゃんとなんか下の方にコロンバスサークルっていう、プ画面にもコロンバスサークルっていう2021年っていう風に書かれてますね。じゃあそんな感じで、今日は再販されたバトルトードの開封と、実際にプレイしてみました。それではご視聴ありがとうございました。